皆さん、こんにちは。私のチャンネルへようこそ。アジア最大のスポーツの祭典、アジア第、会、が10月8日、全日程を終了した。9月23日に開幕し、45の国と地域から選手が参加。40競技が行われた16日間の激闘で、日本とはメダル総数188個、金イコール52。 銀イコール67、銅イコール69を獲得した。動画、日本が北朝鮮を撃破、史上初のアジア大会に連覇、日本は前回2018年のインドネシアジャカルタ大会と比べて、金メダルは23個、メダル総数では17個、いずれも減った。最も金メダルが多かったのは201個の中国で、 メダル総数は383個と大きく差をつけられた。その他のアジア諸国も力をつけた印象で、来年のパリオリンピックに向けて、アジアの競技レベルがどこまで強化されていくのか要注目だ。アジアメディアも大会を振り返る記事を連に配信していく中、複数のメディアが、最も興味深い競技、二女子サッカーの日本戦を挙げている。 まず、マレーシアの老舗英字新聞、ニューストレイツタイムズは、決勝を戦った北朝鮮戦を大きくピックアップ。日本はスタジアムの大観衆からブーイングを浴びたが、興味深い。雰囲気の中で冷静さを持ち、北朝鮮を4-1で破り、アジア大会の栄冠を守り切った、と記し、 異様な雰囲気を跳ねのけて大会連覇を飾った日本の精神力を称えている。次にフィリピンのスポーツ専門メディア、インクワイヤースポーツも北朝鮮戦のファイナルに興味を注いでいる。格闘技が盛んな国であり、大会期間中はボクシング記事を中心に発信していた同メディアはサッカー女子 B。 本代表の国家政小時に書き消すような慣習の、ブーイングに反応を、その光景を異様だ、と、表している。日本の戦いぶりは中東メディアにも届いている。カタールのスポーツ専門チャンネル、アルカススポーツチャンネル、の英語版サイト、アルカスデジタル、は日本の金メダルを速報で報じた。加えて、 本かの女子ワールドカップで準々決勝に進出したチームから日本はたった一人の選手で臨んだ3万5000人を超える中国の観衆は北朝鮮に圧倒的有利になるよう応援していたと記しベストメンバーではなかった日本が完全アウェイの状況下で戦っていたことを補足さらに記事内では両チームは膠着状態が続いていたが 後半6分の間に日本が散語。ルを決めて、勝負は決した。この結果、過去4回のアジア大会で3度頂点に立った北朝鮮は、2014年、新川大会、以来のタイトルを逃した、と説明。そうした上で、悔しさもあるのか、表彰式で日の丸が形容されている間、 選手たちは前方を向いたまま形容している旗を見ることはなかった、と表彰式でその一部振る舞いを紹介している。白熱したシーンや騒然としたアクシデントなど、多くの話題を提供したアジア大会。次回、3年後の開催地は愛知県と名古屋市で買い催される。どう思いますかコメント欄に書いてください。次のビデオでお会いしましょう。